最初はグーじゃんけんポン。はい、終わり。めっちゃ方位引く。終わり。そんなもんだよ。終わり。ん？打てないわ。終わりです。はっはっは。刺さっとるだな。キルホール。よいしょ。そんで強すぎだろ。これさ、気をせんこれ。あ、そうだよ。これさ、ガチゴチしたら何なの？この子なの？いや、このクリーチャーをこのリメニュー流してたから、先にガチゴチしてからこうなった後にそうしなきゃいけない。ちなみにそうした方がいいよ、ちなみに。そうなんだ。落城の刑ってやってこれ吐かされた時にこれ人似てんだもん。あ、ほんとだ。ガチゴジャッジ。勝った。負けた。勝つと思って先に裏返しちゃったもん。破壊で2点。ライフで焼かれたの、普通に罪。これはいっとくか。負けたろ、これ。終わり。終わりです。割り切れな、俺の余命を。はい、ザボンか。あー、ごめん。チェック。そのまま。あ、ごちそうさまでした。最初はグーじゃんけんポン。もう俺、お前が何出すか全部わかるわ、じゃんけん。そんな。ガチで。大悟じゃん。うん。終わり。くー。強いです。いや、別にいいんだけどね。はい。あ、了解。終わり。キルホール。もう。ガチ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 。9。強っ。別にどうでもいいわ。赤い、3点。はい、あ、取った。まずい。終わり。あ、負けた。勝った。バンザーイ。よし。最初はグーじゃんけんポン。いやこれはね、考えですね。了解です。終わり。へぇ、埋めるんだ。持ってるからね。うざ、終わり。つらそうか。赤白しましょう。ジャスミン、終わり。うん、いい、強っ。へっ！やばい。上1点。元気出ますおめです考えます。やめてよ。そこは通してくんね、普通に。打つこれ、どうしようかな。打っちゃおうかな。やめて。打っちゃおう。いやー、つらい。はい、よいしょ。もう一丁。無限じゃん、もう。これめっちゃ強いじゃん。打っちゃおうかな。あ、それはダメじゃない。それ打つのはダメだわ。違うよ、ダーティーよ、ダーティー。それミックスでマジ重いんだけど。重いだろうね。マジ重い。重いと思うよ。マジ最強のヒーターだと思った。マジで重い。絶対重いもん。打つわ。あ、打つんだ。打つわ、これは。全然いいよ。いやー、いらねえ、確かね。いらねえ。はい、どれ戻す？プンギですね。そうですか。リアルで。はい。まあ一応リセットはしとくわ。後々うざいかもしれん。うん。吸い込むようなのが。ちょっと考える。ここは殴っちゃダメだと思う。俺は殴れるのいないしな。うん、エンド。なんでごめんな。全員ザボンバで出とる。ザボンバとプンか。強すぎるな。はい、上が強かったです。吸い込むって言ってよかった。よいしょ。はい、いや、それは別に全然いいぞ。あ、ウソブレロ。まあいいや。はい、さてはこいつ。いや、そんなわけない。いや、そんなわけあるな。ザボンはパー何本？4号だっけ。4号。えい、終わり。ラッキー。いやー、もうまあ持ったからブランキーは、うん、ブランキーはまあ通すよな、うん、変わらんもんな。はい、でブランキーはでレッドゾーン焼却。あ、やった。あ、ガッチェス。最初はグーじゃんけんポン。これはやばいです。マジでやばそう。終わり。ゴチです。終わり。クローシスデッキなって考えます。終わり。ジャスミン、終わり。キルホ、うん、よいしょ。1点。はい、ゼット。あ、まあいいか。はい、うん、2点。サンドロー、ダルトダック。はい、最初はグーじゃんけんポン。終わり。よっ、攻撃はあんまいらない説。マジ？うん、うーん、ブレラやったらいらなくない？あ、まあまあブレラあるならそうだね。終わり。で、あなた視点だとこれで透けるんだよね、ブレラ。ブレラあるなって思ったり。よっ、終わり。終わり。これあったらゲームエンドだろ。はい、ないんだな。なるほど。さすがにデッドダム出すと思うから俺は決めるけど。終わり。ブロッキー。うん、エンド。嫌だなそれ。終わり。7マナね。うん、はい、終わり。強っ。私こっちでもいいよ。殴っていきましょう。アタック時
ブラッキーブラッキー先レッドゾーンから行くわ。 Z それはブランキーからじゃね。そうなの。だってレッドゾーン Z で落ちた墓地見てさ、こっちが選べるじゃん。確かに本当だ。ブランキー通す。どうぞ。はい Z 全然レッドゾーン。あ、本当だ。待てあばよというわけで今回使用したニュー赤白レッドゾーン、先に言っておきますが超次元別にこれいらないです。3枚もまあ2あれば十分、正直1でも戦えます。というわけで、ザボンバー入れてみました。感想としてはなんですけど、1枚持ってる時にもう1枚引くとゲロンチョ弱いです。なぜならそれ以外のカードをマナに埋めないとマナカーブ通りに動けないから。でそのそうなった時に埋めないといけないのがどこかってなると侵略先なんだよね。で侵略先ない状態のした場合は別にそんなに強くはないので、まあザボンバーの適正枚数は3かなというところになりました。まあ、引けたらラッキー。でも1枚でいい、うん、2枚目別にいらない、うん、そんな感じです。ただめっちゃ強い引いた時はマジで展開力バケモンマジ、うん、それは本当に思った。というわけでまあリスト解説していきますか。まずプンニー、うーんめっちゃ強いねこれ。戦に最強、そう超先行、そう先行2ターン目に引くとやはりフェアリーライフ打てないから我々は超先行って呼んでますでミクセル、ホーリーに1枚枠譲りました。でどういうことかっつうと、前はプンニーオアミクセルのタグだったんよ、うん、でプンニーって戦にで出したいんよ、一番引きたいの先行2ターン目に。だから3枚にしちゃうとじゃあもう入れてる意味なくないってなっちゃうんだよね、うん、だから4でミクセルが3になったかな、うん、うん、そうだね。まあ例えば廃棄だね、あの廃になるほどヒートからのバーミヤみたいなやつを、まあ、シールドトリガーで防げる、まあ、これがかなりでかいので、まあ出せるのであれば出していきたいところではあります。でヘブンズフォース、まあバグカードですね。ヘブフォーザボンバでレッツゴーです。これはもう勝ちの方程式ですね。だからヘブフォーザボンバでザボンバ効果で分岐とか出せればもう相手はもう絶対ツイッターにぐちゃかくこれは間違いない。でウサブレが一応やっぱメタカードっていう立ち位置なんで4投はしなくてもいいかなってことで一応3にしたんだけど、環境次第ではまあ4です。で4にするならまあターボ3かな、うん、な感じ。ただうーんやってみて別に3で引けなくはない、うん、ちゃんと引けるし、その引くためにターボ3が入ってるから、うん、そのターボ3以外のカードをウサブレにするとなんかちょっと変な感じになっちゃうかもしれない。でキルホール、これはねこいつが出たせいで一気にバゲましたね。だから普通に3コストのスピードアタッカーコマンドだもんね、うん、だから何こいつしかもブロッカーができるそうそれはリンゴ破壊できるんだよな。それがね最高だね。そのウサブレラがいるときにリンゴをキルホールで破壊するとノーリスクなんだよね、うん、GR 出ないから相手。これが激アツです。だからこれからのこれは積極的に狙っていきたいとこなので、はい覚えておいてください。でバンキー、誰あいつ、ザバイク、そうザバイクとのタクになります、うん、あ一応カードパワー考えたときにブランキーの方が高いから今回は一応ブランキー入れました。まあ金額高くて買えないよって人は別にザバイクでも OK です。ただやっぱ地味にあの1点は強かったよな、うん、あとバトル中7000になるとこ、これは意外とでかくて、あの灰になるほどヒートからバーメア、あいつのパワーが6000だからそれ超えるんだよね。これは結構でかいです。でザボンバー、まあメインカードですね。理由はさっき説明した通りなんですが、4はやりすぎというか、なんか2枚目引いた時にうわってなる試合が結構多かったんで、うん、3がなんか適正枚数かなと思いました。でホーリー、まあいつ何時もその相手のシールドさえゼロにしてしまえば殴られた時にホーリー引いて勝てるので、まあこいつは4角でいいぐらいなのかなと思います。めっちゃ強かったよね。なんか実戦でもなんか最強だったこいつは、だケアされだしたらちょっとね枚数減らそうかなとは思うけど、でもどうなんだろうね、普通に入れていい気がする。なんだ他の白がマナに置けないことごとく、だからそのこれ引けた時は結構ラッキーなんだよね。書店に入っつって置けるから、まあ、そういうカード結構大事です。プレイングミス防げるので。でレッドゾーン Z、 レッドゾーン、まあ上侵略先ですね。44でこれはもう角でいいかな。でターボ3、リソース補給カードですね。あのウサブレラ引きに行きたい時とかはもうターボ3でガンガン手札回していきます。で短期マグダム、これはもうザボンバで出てきて最強のカードですね。だから対戦相手はもう勝てると思ったらザボンバで山上からねこう短期が出る、まあ、ブラボーで超次元、ドービーだけ高いね、ただまあ可能なら入れてあげてください。最悪いらんけどな。最悪いらん、これないんだったらあれか、あの4コスト強制アタック打点食える、打点食えるとかになってくんじゃない、まあ、最低限あいつでも役割はできるでしょ。ただまあもちろんドープが最強です。ロッキーロックでもいいけどね別に。あーそういう感じ、うん、割と赤の方が強そう。マジゴットあるし。あ、そっかそっか、うん、そうなのか、わかんないわかんない。マジゴットはさ、もうプンギでめっちゃ殴ってる時にさ、なんか赤がの GR めっちゃめくれてマジゴットとかわかんない。それにしては結構ここ不明だけど、わかんない、わかんない。まあなんか、うん、そうね、うん、まあ俺的には打点食える。でもまあやっぱドープが最強です、うん、で、まあ次元についてもさっき言った通りですね、とりあえずオールスター、あ、オールモードか、オールモードは1以上ですね。2あればバンバン、3は別になくていい、うん、だからぶっちゃけここ自由枠です。好きなやつ入れてください。なんかお気に入りのやつ入れていいよ。ラストストームでもいい正直全然いい。というわけでぜひ作ってみてください。かなり強いんじゃないかな。なんか普通にティア3ワンチャンにあるかなぐらい。今2から3、2と3だったらちょっと3寄りじゃない、うん、2.6 やね。でも当たりたくはないよな。当たりたくはないね、うん、普通に予選だと引かれるもん、うん、というわけでぜひ作ってみてください。それでは